ディメンション W は、岩原雄二による日本の漫画。ヤングガンガンにて2011年19号から2015年23号まで連載された後、月刊ビッグガンガンに移籍して2016年ボリューム01から2019年、ボリューム07まで連載された。西暦2072年、人類は XYZ に続く第四の次元軸、W に存在する。 無人像のエネルギーを取り出すことに成功した。それを個人形態用の次元間電磁誘導装置、コイルに供給する世界システムを完成させたことによりエネルギー問題を解決し世の中のほとんどをコイルでまかなう世界を築いていた。だが無人像のエネルギーをもってしても埋まらなかった貧困格差は正規ルートを通さない不正コイルによる数々の犯罪や 正規コイルに存在する制限が存在しない、不正コイルを扱う犯罪者たちをも生み出し、それら犯罪者から不正コイルを破壊し、回収を制御とする回収屋と呼ばれる者たちが存在するようになった。これは未来都市セントラル47を舞台にした回収屋京馬とその相棒の女性型アンドロイドのミラの物語。二千十五年七月六日にテレビアニメ化が発表され、 2016年1月から3月にかけて東京 MXBS11 他にて放送された。ナレーションは石塚運賞。基本設定は原作に沿っているが物語の一部は改編されており登場しない人物もいる。ディメラジ・ディメンション W ラジオは2016年1月14日から3月31日までおっと泉にて毎週木曜日に配信していた。 ウェブラジオ番組。パーソナリティは、まぶちきょうま役の小野大輔とゆりさきみら役の上田、玲奈。な。2015年12月25日に、プレ配信が行われた。ありがとうございます。